シャーペンは 0.3 それはこだわりはあります。 GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは、石川祐希です。10エッセンシャルズ、僕にとってなくてはならない10個のアイテムを紹介します。それでは行ってみましょう。最初のアイテムはバレーボールシューズです。やっぱり着地が多いので着地の衝撃を吸収してくれるものを選んでますね。足のサイズは29です。新品の状態が一番機能を発揮するらしく、それに近い状態で使うようにはしてますけど、1ヶ月使っただけじゃそんなに見た目とかもあまり変わらないので、それをなんか捨てて新しいの履いてっていうのもなんかちょっともったいないなっていう気もしたりするので、基本的には2ヶ月くらいで変えてますね。スニーカー結構好きなので、今は真っ黒のモンクレールのスニーカーをイタリアで買って、でそれをずっと履いてますね。続いてのアイテムはイヤホンです。試合前に必ず聴く曲っていうよりは、その大会期間中によって曲は変わっていくので、いろんな曲は聴いてますね。アジア選手権の時はミセスグリーンアップルさんのブルーアンビエンス、あとヤマーさんのオズっていう曲を聴いてました。一昨年のオリンピックはあのバウンディの怪獣の花歌、あカラオケは行きますね、代表のメンバーとかと。歌う曲はもう本当に流行りの曲バン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 って入れてって、これお箱みたいなのはなくて、多分高橋健太郎選手がなんかアーティストっぽく歌いますね。一番歌うまそうに歌うっす。イルプロシモアルティコロエリブロディリンゴイタリアの、僕が最初イタリアに行った時は、まあ、勉強も全くしてなかったですし、まあ、そこから独学で勉強してきたので、まあ、喋れるようにはもちろんなってますけど、喋って理解すればするほどまたさらにこういう使い方があるんだっていう風に知っていくので、まあ、今までにはなかった楽しさは今は喋れるようになってきてありますね。一応9シーズン目にはなりますけど、トータルの年数でいうと大体5、6年になるかなと思いますね。まあ、バレーの時はブラボーとかレッツゴーみたいな大っていうんですけど、ブラボーは基本的には1人に対して言う言葉なので、2人とかだったらブラビーになるんで、ブラビーとか、イタリアの好きなところは、まあ、街とかが綺麗、歴史がしっかり残ってる、まあ、嫌いなところは食事が長い、もうずっと喋ってるっす。続いてのアイテムはペンケースです。で基本的に何かやるってなったら、僕書くことの方が頭入るというか好きだったりするので、なんか整理するときは書いたりとかするために一応ペンケースも持ってたりとか、あとバレーボールのこととかもその日とか調子良かったとき悪かったときの感覚とかも書いたりしてたので、これ昔から使ってるやつですね。高校生くらいの時からこの辺とかもうボロボロですけど、大学の時とかも使ってましたし、シャーペンは 0.3 それはこだわりはあります。物持ちは結構いい方だと思いますね。高校生使ってたパンツとかも今も持ったりとか履いたりしますし、親に高校の時のなんだよねこれって言ったら、足の太さとか変わってないじゃん、筋力ついてるのにみたいなって言われて、ああそうだなと思って。中学入学時が160くらいで、卒業が184とか5とか、高384から大体91、2くらいですね。今92ですね。続いてのアイテムは iPad です。自分の試合の映像だったり練習の映像を見るのに使ってますし、選手ごとのプレーによって区別されてるというか、アタックを見たいときは自分のアタックだけを見れる、相手の何番の選手のサーブを見たいってなったらそのサーブを見れる、本当に見たいものを見たいプレーを見れる状態にはなってます。まあ、ドラマとか映画とかもたまに見たりはしますけど、今はアニメが多いですね。あ面白いって思ったら結構バーって見ちゃうんで、イタリアだとあこれ面白いなと思ったら、食事してる時もネットフリックスポンって置いて見ながら食べてるし、マットの上にポンって置いてそれ見ながらストレッチしててってなんで、結構あっという間に終わっちゃうっすね。アニメは文豪ストレイドックス
を最近見出して面白かったです。ハイキューはなんかすごいなっていう感じですね。どっちかというとこの状況になったら選手はこう感じるんだよみたいなことを言ったりしてるので、結構なんていうんですか、現実的というか僕たちが感じていることもアニメに書かれてたりもするので勉強になるというか、そっち系ですね。僕はあれが好きっす。なんかもう現実じゃありえないような系が好きっすね。割とテニスのおじさんはそうありましたね。めちゃくちゃ好きだった。テニスのおじさんのゲーム買ったことありますもん。続いてのアイテムは枕です。これは今年の初めからちょっとサポートしてもらったファベの枕なんですけど、今まで枕とかに全くこだわってなくて、でイタリアにいる時にあんまり寝つきが、良くなくて、で相談したところこの枕をちょっと使ってみて良くなったので、もうそれからずっと愛用している枕で、ナショナルチームも、イタリアのアウェイで試合する時あるので、そういった時は基本的には2人部屋になりますね。あ、僕基本的には小野寺選手と同じ部屋ですね。まあ同級生なのでアジア選手権は僕は1人部屋でした。その15人行ってたので1人は余るんで、僕より年齢の高い方に1人部屋あるけどどうするみたいなことを聞いてって、2人部屋でいいよ2人部屋でいいよって言ってたんで、あ、じゃあ僕がじゃあ1人部屋もらいますよっつって1人部屋になりましたね。続いてのアイテムはプロテインです。だいたい練習の後、まあ、場合によっては寝る前にも飲んだり、その日常でタンパク質を取らないといけないんですけど、食事だけじゃ足りないこともあったりするので、まあ、あとは練習後にすぐに取れることもないので、まあ、プロテインがそのすぐ取れるので、ウエイトのトレーニングしますね。まあ、体がしっかりできてきたりとか、また使える筋肉が増えてくると自分のパフォーマンスも結構大きく変わってるなっていうふうには思うので、あ、西田選手は筋肉すごいなと思いますね。まあ、あとは高橋健太郎選手、ウェイトできてないとパフォーマンス上がんねえみたいな感じでは言ってるので、美味しいものを食べることも好きですけど、まず栄養をしっかり取れてないとなんか気持ち悪いというか、海外とかの遠征先の基本的にはホテルの食事になるので野菜が少なかったりとかもするので、そうなったらうわちょっとなみたいな。続いてのアイテムはグリッドです。毎日基本的には体のケアをしないと次の日に、まあ、疲れだったり痛みが残ってしまうので、ケアだけじゃなくて試合前のウォーミングアップでグリッドを使いながらエクササイズをするので、試合でもケアでも欠かせないアイテムの一つです。腕とか、まあ、こことかにこういった形でやったりはするっすね。体育館の時は振動つけたりはしますね。地上階だったら基本的には使うんですけど、地上階ではない場合はその下の人に振動伝わってうるさいって言われる可能性もあるので、何年か前にありますね。わーってやってたらゴンゴンゴンって家に来て、ちょっとうるさいんだけどごめんねっつって、それ以外は結構気にして使ってないですね。であとイタリアも普通に普段生活してても上の人の足音とかも全然聞こえたりするので、もう全然ダメだなと思って、そこからはもう使わないですね。なんで地上階がいいなと思いながら続いてのアイテムはサングラスです。まあ、僕あんまり光とかに目が強くないのでサングラスかけることがまあ多々あるなっていうふうに思いますし、まあイタリアでは日差しとかも強いので、まあこっちのサングラスはまあトム・フォードのサングラスになるんですけど、今年日本に帰ってきてから買ったやつで、こっちのはもう去年くらいに買ったアイバンのやつなんですけど、あ、ショッピング、あ、めちゃくちゃしますね。ファッションウィークで多分使った1回だけ着てとかしか使ってないものとかのプライベートセールとかもあったりするので、そういったものに行ったりとか。いやでも服系は多いですね、イタリアで買うことは。日本からイタリアに行くじゃないですか、シーズン始まる時に。その時は基本的にあんまり私服は持っていかずに向こうで買ってそれを着ることの方が今多いですね。続いてのアイテムは
ゃやろうと思って、そしたら汗で。続いてのアイテムはメガネです。まあ、メガネは基本的には朝しかつけないんですけど、今はコンタクトしているので、朝起きた後はメガネかけて、まあ、歯磨きだったり、まあ、食事とかも、メガネをつけて自分で作ってやってるので、朝はメガネがないと、過ごせないので必需品です。メガネかけてる時はもうオフの状態なので、もうメガネをかけて人前に出ることもほぼほぼないですね。まあ、トムフォードですね。まあ、トムフォードか先ほどのアイバンを基本的には使ってることが多いですね。まあ、他のブランドのものも見たりはするんですけど、結局このどっちかに行き着くことが多いですね。僕の10エッセンシャルズいかがでしたでしょうか。僕の普段の生活だったり日常だったり、バレーボールに対する思いが、少し、見れたんではないかというふうに思います。10エッセンシャルズ石川祐希でした。またお会いしましょう。バイバイ。